振り返ってみますと、在任中、本当に市民の皆さん、あるいは議員の皆さん、さらに宇宙市長さん、職員の皆さん方に、あまり役立てなかったのではないかなというふうに、反省もいたしております。伊賀市は住田浩一副市長が任期満了となる今月末で退任すると発表しました。住田副市長が内穂博人市長に退任の意思を伝えたのは今年3月頃で、健康上の理由を主に挙げています。やっぱり65、今年で66になりますので、それぐらいになりますと自分自身で実務能力が低下したのが衰えていたのはまだ自覚できますので、自覚できる間に辞めて若い方にやっていただくのが適切だろう。内穂市長は後任人事について8月から空席となるができるだけ早く決めたいと述べました。